手放す勇気って一番大事だと思います、ね、なんかまあ多くの人はまあ確かにまあ選択もあるんだけども選択より実は手放すっていうの方が実は大事かなっていういろんなものっていろんなものを手放すんかいろんなものを手放した結果結果的に自由になるみたいなだから僕好きなあの何だ本、まあ、何の本に書いてあったかちょっと忘れましたけどもあのこういうやり取りがあって ある老人がね、年老いた老人、ホームレスの老人が、そのスーツを着た若者、エリートサラリーマンっぽいスーツを着たね、人にね、こう言うんですよ。君は仕事頑張ってるね、と。将来どうしたいんだよ、みたいなね。いや、将来、あの、成功して、仕事で成功して金持ちになりたいんです。そうか。じゃあ金持ちになった後どうしたいんだと。いやお金を稼いで僕は自由になりたいんです。 うん俺は自由だけどなっていうこの <laughs> 僕はこのやり取りがめっちゃ好きなんですけどでそれが本に書いてあってここでまあ僕はカルチャーショックというか,なん,かなんか一つのなんか宇宙が爆発したみたいな感じですよねだから結局その手放した老人、まあ、全てを手放した老人が全て不自由であるっていうね何かに執着している人たちが実は不自由だったりとかするんですよねただ なんですかねやっぱ家があった方がいいし温かい布団で寝たいしおい、うん、しいものを食った方がいいだろうしだからそこは、うん、ホームレスだとねやっぱ家がないわけですから、まあ、地面で寝たりとかしないと段ボールで寝,寝たりとかしないといけないので、まあ、それはちょっと嫌だなとは思うんでだからまあバランスですよね。手放すのとこれは必要だから 選択というかこれは必要自分のライフ生活ライフスタイルに必要だなと思うものは確実に確保しておくであとはある程度手放していくそして必要なものは残していくっていうこういうのが大事なんじゃないかなと思いますねうん,なん僕はねそのあの話がめっちゃ好きですねう だから、久保さんも、そのネットビジネスが、久保、即可職の久保、久保名言でね、ネットビジネスが僕を自由にしてくれたってありますけど、裏を返すと、麻雀店を手放したから自由になったみたいなね <laughs>。っていうのもあるんじゃないかな。ネットビジネスやってても、結局麻雀店やってる時って、ネットビジネスの売り上げを麻雀店に補填してたわけじゃないですか <laughs>。僕もやっぱ前の会社から離れて、 やっぱその売り上げのボリュームですよね、あれが、今もまあ売り上げは作っていかないといけないんだけどもその前の会社の規模の売り上げを毎月毎月このやっていかなくていいのでだから、自分が必要生きていく上で必要な分だけ稼げばいいのでね前の久保さんもそうですけどね従業員に給料払わないといけないめちゃいですから <laughs>。 だ逆を言うと売り上げがなかったら自分の給料取らずその分も全部ね人件費に充てないといけないしか手放すってね本当結構大事ですねはいいってらっしゃい